ノートルダム大学はアメリカ合衆国インディアナ州サウスベンド近郊にあるカトリック教会創設の名門私立大学。1842年エドワード・ソリンによって創設された。現地では英語式にノートアデム、ノーターデームと発音する。エモリー大学などと共にヒドン・アイビーに数えられる。オレゴン州にあるポートランド大学は姉妹校である。大学は 以下の5つのカレッジに分かれている。また大学院は、リベラルアーツのグセスなどのほか、メンドーザ・カレッジ・オブ・ビジネス、ロースクールがある。学部生は約8000人、大学院生は約3000人で、総合大学としては中規模の大学である。陸軍士官学校とノートルダム大学の試合の様子アメリカンフットボールの長名門校として有名。 過去に年間全米ランキング1位に何度も輝き、年間最優秀選手賞であるハイズマン賞受賞者を多数輩出。ジョー・モンタナやジェローム・ベティスなど、日本でも馴染み深い OB も多い。ノートルダムのアメフト部は、当初無名であったが1913年に、当時の大学ラグビーで最強だったアメリカ陸軍士官学校との試合において、ノートルダムのガズドライズとヌートロックニーが、 パスプレイとランプレイを効果的に織り混ぜる新戦術により35から13で圧勝したことで一躍有名となった。この戦術は他の大学にも広まり現代のアメフトの基本戦術として定着している。同校のスポーツチーム応援歌はノートルダムビクトリーマーチといい大学フットボールの代表的な曲として有名である。また、 そのマーチングバンドは1846年創設で、同行のフットボールチームは映画、ルディ、涙のウィニングランでその題材となっている。2009年5月の卒業式に大学側はバラク・オバマ大統領をゲストスピーカーとして招待した。同大学はカトリック教会創設の大学として中絶を認めていないが、大統領自身は中絶を認めているため、 同大統領の卒業式出席の是非をめぐって議論が沸き起こった。結局、大統領は卒業式に出席することになったが、その注目が集まったスピーチ中では、まずは望まない妊娠をしてしまう女性の数を減らしていくことが重要であろう。と、この問題に触れた。ありがとうございます。